はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が亡くなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ下げろ下げろと言われ続ける血糖値もですね、下げすぎるとフラフラして倒れます。まあ、空腹時にねこんなことが起こりやすいんですよね。あとはまあダイエットにおけるこう様々な制限をしている時にも起こります。そのまあ血糖値がねこう上がると、まああかんというのはまああかんのですけども、そのあかん理由として、ね、上がるとね、あの膵臓っていうところからねインスリンが分泌されて、まあ血糖値は下がるんですけども、でもその下げなあかんぐらいそのインスリンの分泌が出てくるという、そのね高血糖っていうのが続くとですね、逆にそのインスリンの分泌がね追いつかなくなるっていうんですよね。これがいけないんですよ。このインスリンの分泌が追いつかなくなる、これがいけないんですよね。あの血糖値が上がるというのはまあ普通のことなんです。ごくごく普通のことなんですよ。誰でもねご飯食べたらね血糖値はね上がります。でね、今先ほども言ったようにですね、そのインスリンの分泌が追いつかなくなるほどに、食べ過ぎて食べ過ぎて血糖値が上がってしまうと、今度は血糖値がね下がらなくなるわけなんですよね。でその状態の体というのは、あの血液中のね糖、血糖の糖ね、糖質の糖です、それが使われないままになっている状態なんですよ。そうすると糖尿病になってしまうんです。だからね、血糖値は下げた方がいいですよとか、血糖値を下げる食事をとりましょうとかをね、よくその病院の先生らがね口を揃えておっしゃってるんです。でもね、血糖値を下げすぎるとね倒れます。そのフラフラしてしまうんですよね。もうまあ下げなあかんのですよ。でもねその限度っていうのがわからないんですよ。まあ、最初にも言いましたけどね、そのダイエットでね、さまざまなものをね制限する中でね、やっぱ糖質というものがね最も制限されているのではないでしょうかね。まあ、いつしか嫌われ者になってしまった糖質をね制限しすぎて倒れてしまう。それじゃあもうダイエットしたって不健康なのでね、もうなんか意味ないですよね。こう不健康になってでも痩せろとかねいう、そんな先生とか人ってね言ってないと思いますよ、ほんまに。まあでも僕もね最近ねフラフラしてしまったんですよ。あの親戚に赤ちゃんがいてるんですけどもね、こう抱っこしてね吹いて立ち上がった時にね、ふらっとこうねふらついてしまってね、ほんまにねこう赤ちゃんと僕とね共倒れになりそうになりました。まあ、僕はねその糖質は制限してるつもりはないんですよ。しかもね晩ご飯食べ終わった後やったしね、多少はねそのね血糖値はね上がってたはずなんですよ。こんな僕でもね食事にはまあ気をつけてますけども、血糖値が上がるということに関しては必ずちょっと上がるはずなんですよ。でもね、まあ食べてからまあしばらく経ってたんですよ。だから血糖値が上がってたやつが下がってしまっていてて、ふらついてしまったのかもしれません。まあ普通の人のようなね普通の食事ができてない分だけというか、まあそんな言い方をしていたら、まあ、自分が特別な人間と言ってるような感じがしますけども、まあちょっとそこはね、そう皆さん目をつぶってください。まあ話を戻しますけども、今は普通の人よりは体が頑丈ではないんで、しかもこの食後ということですし、まあ血圧も下がってたんやろうし、ちょっと眠たかったし、それらが重なってたんだと思います。まあ食後のデザートにね果物でも食べてたんですよ。まあ低血糖がね少しは脱出できてたんでしょうけども、まあ体のことを気にしすぎてね、その赤ちゃんと2人でね危険な目に遭うとこでした。こうめったに抱っこはしませんけども、まあ普段の生活の中でもね、その周りをよく見渡してみたらね、まあそれなりにね危険がいっぱいなので、まあ僕もね、まあ気にしすぎてね怪我をする前にですよ、ちょっとはまあ糖質をね、まあよりバランスよくね食べて低血糖になりすぎないようにね気をつけます。そしてね、まあ皆さんもですね低血糖になる瞬間がねあると思います。あのお仕事終わりでねこう疲れてるとね、まあ、元気がなくなってちょっとぼーっとするしてしまう時ってあるでしょう。その時にね、まあ、ちょっとね一服してから帰ろうか言うて、まあ、ちょっと甘いもんでも食べようか言うてねなりますね。そんな時ってその時ってね体からね糖が足りてないサインなので、一口こうペロッとね飴ちゃんを舐めたりとか、まあ、一かけらチョコレートをねかじったりするとね、まあ、体にその糖がね取り込まれてちょっと元気になりますので、ちょっとやってみてください。まあワイルドにね果物をねガブってこうかじってもらうのもねいいですしね。でもね、飴ちゃんもチョコレートも果物もかじる程度がポイントなんですよ。こう美味しくてねそのままの勢いでね、まあ、ついつい食べ過ぎてしまう人がねほとんどなので、まあ、そうなったらその後はね、まあ、糖を取ったことによって血糖値がガツンと上がってしまって、まあ、しばらくするとねめっちゃ眠たくなるんでね、もう後悔しかねないんですね。気をつけてください。まあ、しかもねチョコレートっていうのには脂質も多いので、あの体に入るとね消化されるのにね、まあ、時間がかかってですね、こう胃や腸がですね消化しよう消化しよう言うてね、その
その分血液が全身から集中してね、血圧がね下がります。でそして体の中で温められた血液が手足に行って渡ってね、で逆に手足で冷やされてた血液が入れ替わりでこう体に帰ってくるとですね、その体の中心が冷えて深部体温というのがね下がります。そうすると普段の食事の後のような状態になってしまって、余計にね眠たくなってしまいます。まあね、なのでね、そこまでゆっくりしたらあかん状態というかね、まあそのまあちょっと一服ぐらいの時にね、こうがっつり食べ過ぎるのはね、ちょっと注意してください。まあそんな人いてないと思いますけどね、ほんま一服はね一服程度にしといてくださいね。まあそんな感じで低血糖のお話でございました。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。